こんにちは、心理カウンセラーの高村です。食べた後必ず吐いてしまいますという相談を受けることがあります。これを意思でコントロールするっていうのはほとんど不可能というふうに言われています。この食べてしまうということ自体に直接何とかするっていうことだけではなくて、それ以外の部分っていうところのアプローチっていうのが必要なんですね。例えば人間関係も距離の取り方ですとか断り方っていうのが非常に苦手ですから、そういった部分の交通整理、あるいは幼少期の親子関係っていうところのパターンっていうのもすごく関係があるっていうふうに言われてますので、このようにいろんな角度からアプローチして体質を変えていくっていうことが大切な症状かと思います。こういったことをいろいろお知りになりたい方は、よろしければカウンセラー高村で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。